ミンスク市電は、ベラルーシの首都ミンスクの路面電車。2020年現在、ミンスク市内の他の公共交通機関とともに、国営単一企業であるミンスクトランスによって運営されている。ミンスク市内の軌道交通の歴史は1892年5月10日に、馬車鉄道が開通したことに始まる。この馬車鉄道は、多くの住民に利用され、 ロシア革命の影響を受けて1918年から1921年には一時的に運休を余儀なくされたものの営業再開以降は1928年まで4つの系統が運行を続けたこの路線を電化高規格化した上で1929年10月13日から営業運転を開始したのがミンスク市電である開業時には ソ連国内で生産された二軸車が導入された。路面電車の利用客は年々増加し、1930年の時点の年間利用客数は1070万人だったものが、1939年には5000万人に膨れ上がった。同年の時点で全長3 7トルの路線網が都心と郊外を結び、車両数は70両を記録した。だが、 第二次世界大戦中、ドイツ軍による空爆や占領、そして赤軍との戦闘によりミンスクの街は破壊され、路面電車も車庫の損傷をはじめとした甚大な被害を受けた。終戦後は、モスクワやレニングラードの専門家からの支援を受けて、急ピッチで復旧作業が行われ、1945年に全長 11km7 両の電車によって運行が再開された。 戦後は、戦災からの復旧を経て、路線網の拡大が始まり、1954年には、市内に環状線が形成された。1956年の時点で路線の総延長は 48km、車両数は122両となり、本数も含めて戦前を超える規模となっていたが、1952年からは、ミンスク市内でトロリーバスの運行が始まり、 多くの路線網が置き換えられることとなった。1984年には地下鉄開業に伴って中心部の大通りから線路が撤去された。その一方で車両の近代化や増備は続き、1980年代後半には225両のボギー車が在籍していた。また残存した路線については線路や施設の改修が行われたほか、1986年には 再度の路線延伸も実施された。ミンスク市電にはソ連末期からさらなる路線の延伸計画が存在し、ベラルーシ独立後の2000年代以降も総延長6 2トルとなる大規模な延伸計画が発表されているものの、予算をはじめとする様々な理由から2020年の時点でも未だに実現には至っておらず、逆に1991年、2013年、 2015年に一部区間の廃止が行われているのが現状である。ただし、地下鉄よりも安価な路面電車の延伸に関する事業計画自体は進行しており、2019年にも新たな事業計画が策定されている。その一方で、車両や既存施設の更新については積極的に行われており、口術の通り2020年時点で営業用の全車両が ベラルーシの国産車両に統一されているほか、同年以降路線バスやトロリーバスとともにプリペイド機能を備えた非接触式 IC カードの本格導入が予定されている。2020年現在、ミンスク市電で運行している路面電車の系統は以下の通りである。2020年現在、ミンスク市電で使用されている車両はすべて2000年代以降に ベラルーシ国内で製造されたものに統一されている。ミンスク市電で営業運転を離脱した形式の一部は都市旅客輸送博物館に保存されている。ありがとうございます。